今日の大会解説は第4代世界ストローク級チャンピオン室伏慎也選手です。室伏選手2006年のストローク級の新人王ということで、2002年からスタートしている新人王です。もう数々の新人王を取った選手が、当然後にはね、環太平あるいは世界のベルトまでたどり着くという、全然違います。もう室伏選手もその通りなんですが、そうですね、はい、歴史のあるこの新人王決定トーナメントで、今回この佐賀ゴーレムとグジウにとっては2022年の全日本1回顔合わせてるんですよね、はい、準決勝で戦って判定スピードで勝ったのは画面奥の佐賀ゴーレム、敗れたのはグジウ。当然若い2人ですから、いろんなアマチュア大会で顔を合わせるというケースも、ね、ないわけじゃない、はい、その舞台が全日本ということになると、そうですね、深く印象に残る大会ですよね、はい、プロ、お互いプロになってこの決勝で顔を合わせたのも何かの縁です。まあ、グジウはやはりその元ラグビーのトップリーグということで、フィジカルではものすごい、もうこれ見てて画面から伝わるの多いですよね。はい、そうですね、いいがたいしてますよね、はい、背中周りの筋肉というのはものすごく特徴があるんですが、その一発の重さ強さというのがあります。飛び上がった、ちょっと今も佐賀も不用意に入ったのか。そうですね、佐賀選手はどちらかというとグラップラータイプなので、はいはい、自分のいいタイミングで組まないとグジウン選手、はい、ここですね。そうですね、まあ、いわゆる際の部分というか、テイクダウンするにしてもスピードが必要になってくるわけですよね、はい、さあここは金網に押し込んでケージレスリングに変わります。今この差しでしっかりと、はいはい、差し込んで一本足中に入れてもいいかなと思います、ね、組み手佐賀の方ですね、はい、右をさ両差しになっています。金網に貼り付けるようにして体を伸ばして、さあここからどうする、テイクダウンつなげることができるか佐賀。グジウンの方も金網を伝えながら体を、まあ、まずは入れ替えたいところかもしれません、はい、さあどうでしょう、まずはテイクダウンになるのかどうか、ここが一つのポイントです。ボディへの膝、今お互いそんなに力は使わなくていいと思いますので、はいはい、いいタイミングで組んで、テイクダウン狙ったり、もしくはしっかり差し返して、グー選手ですね、はい、差し返して、離れたりとか、はい、さあ佐賀は背中でクラッチを組んでいます。投げ打つのか外から、まあ、佐賀の方は柔道でも三段の腕前、投げもあります。ここがやっぱり一つのキーポイントになってくると思います、ね、さあ1ラウンド3分、まもなく3分というところですが、下からあてがうように、佐賀としてはグジウンの下から下からという印象なんですが、はい、グジウンの体を伸ばそうとしているわけですね、はい、さあテイクダウンを取れるか、2分を切ってきた第1ラウンドです。いいところでは組んでいるので、はいはい、あとはタイミングでテイクダウンできそうかなと。さあ投げ打つ、さあ細かいパンチを入れていくグジウンですが、佐賀の方はどこでチャンスをつかむことができるか。さあ残り1分30秒第1ラウンドです。新人王決定トーナメント、公式記録では2ラウンド行われます。仮に2ラウンド判定ドローになった場合、公式記録は引き分け、そして優勝者を決めるためのエクストララウンド、延長ラウンドが設けられています。さあ1ラウンドは力を使う展開、まもなく残り1分ですが、さあケージ中央に戻ってきた、もう一度仕込んで近い距離で組んでいるので、肘なんかも当てれたらちょっとまた変わってくるかなと思います。今グジウンの方も細かい動きが減っているのは、いや佐賀のプレッシャーが大きいということですか ね、 そうですね、まずはしっかり切りたいというのが、はい、あると思います。さあグジウンの方は総合格闘技に転向して練習開始わずか数ヶ月で全日本出場というふうに伝わっています。残り時間30秒、3位でプロ昇格。さあ技で制することができるか佐賀、逆に
グジュ選手が差し返したので、はい、ここは体を回せるかどうか。さあもう時間がない。ようやく体を回して金網に押し込む形になったグジウン。さあ足に手を伸ばす。しかし時間がありませんでした。第1ラウンド終了です。第1ラウンドが終わって、さあ早速ですが室伏選手、はい、展開としては金網に押し込んだという時間、まあ、パンチもここで少し当たってはいたんですが、そうですね、その後ちょっと距離が詰まってしまって組の展開が長かったので、はい、まあどちらも次のラウンド勝負を仕掛けないと、はい、勝ち星が遠いといけないかなと。ジャッジの目からすると、まあ、本当開始早々グチンのパンチでしたし、はい、あとは金網についたという展開だったのでちょっとつけづらい部分は多いですね、はい、となるならばこの第2ラウンドがこの佐賀にとってもグチンにとっても勝負のラウンドということになりそうです。新人王決定トーナメントライト級 70.3 キロリミットの決勝戦、佐賀ゴーレムは1回戦はドローで優勢ポイント3対0で準決勝へ。準決勝の相手が負傷危険のため決勝に進んでいます。ファイナルラウンド第1試合は2023年度新人王決定トーナメント決勝ライト級です。さあ青コーナー佐賀ゴーレム、たけし、そしてグジウンの戦い。1ラウンドはどちらも大きな目立つポイントにはなる展開は作れませんでした。このスタンドもここはグジウン大事にいきたいですよね。そうですね、あのグジウン選手の方がやはりリーチが短いので、はい、まあ、中に入っていかないとならない。うん、ジャンプ左が当たった。ただ佐賀選手の方は組が強いので、はい、そこの距離感ですよね。入ろうというところですが中途半端にはなりたくない。さあ突っ込んで金網に押し込んだ。さあまた体を合わせることになりましたグジウン。こうなるとグジウンがやっぱり少し動きが少なくなってしまうのがね。そうですね、まあ、先ほど1ラウンドと同じような展開になってしまうので、はい、早めに対処したいですね。ただ佐賀にとっても明確なテイクダウンにまだつなげていらいけませんでしたので、はい、勝負、つまり勝利を得るためには佐賀にとってはテイクダウン、グジウンにとっては離れての打撃になりそうです。しかしグジウン選手腰が強いですね。そうですね、やはりそのフィジカルの面では、まあ、とにかくトップリーグ出身、ラグビートップリーグ出身ですから、あの関係者もそうですし相手選手からもなかなかこれだけのフィジカルの選手とやったことはないというような声が本当に伝わってきます。さあそれを今感じているのは佐賀ゴーレムかもしれません。さあ崩してグッジウンが展開を変えようというところです。持っていけるかどうか。まあ佐賀にとってはまあ密着したとあブレイクになりました。佐賀としてはのついてから早く倒したいんですが、はい、まあ、一度中央に戻されます。ここでグジウンが展開を作れるか。入ろうというところワンツーで入ります。グジウン飛び込めるかどうか。さあこれを見て突っ込む。グジウンの方もなかなか自分から打撃で飛び込むというのができないのはやっぱり何でしょう、佐賀に捕まれるのが嫌だということなんでしょうかね。そうだと思いますね、はい、でも今度グジウン選手がいいところで組んでいるので、はいはい、両差しクラッチを組んでいます。まずは体を入れ替えるか。さあ両差しの形になったグジウン、ここからテイクダウンにとって上からのグラウンドパンチという展開もあります。さあ佐賀がゴーレムが離れようとするか。ただここで腕が1本抜けて逆に佐賀が差し込んで金網に押しています。ただ室伏選手このままだとやっぱりこうジャッジとしては本当勝負つけがたいですよね。そうですね、なかなか難しくなってくると思います。さあ2分を切りました。第2ラウンドです。ファイナルラウンド新人王決定トーナメントライト級の決勝戦はここまであまりポイントらしいポイントを両者取り切っていません。さあ腕を巻いて、お、佐賀がフロントスリーパー取りに行った。どうでしょう。
まだそうです、ね、大丈夫だとは思いますが、さあ作ろうとしているのかもしれません。首のあたり、さあそれ嫌がったグジュン抜きました。まだ残すところ1分少々ありますが、ここでグジュンが離れて打撃勝負に出るのか。もう少しお互い展開が欲しいですね。そうですよね、まあ、思い切ってという言葉を使うんですが、できるかどうか。これも今も変形の首を取る技ですけれども、スタンドで決めていこうとしました。スタンドの忍者チョークを狙っていたんでしょうか。上背があるところで佐賀もそこをトライしたわけですが、さあ打ちに行く。さあ組んだ、残りが40。どうする、これも金網に押していって、うーん、このままだと時間がどんどん過ぎていく。残りが間もなく30。新人王決定トーナメントライト級の決勝戦は、さあもう一度佐賀がフロントスリーパーの形を作りますが、どうでしょうか。グジウンがテイクダウンを狙うか。さあ最後にテイクダウン、上を取るか。グジウン残り15秒だ。さああとはグジウンは上を取れればパンチを落とせるわけですが、いや時間がないか、時間がない。さあ第2ラウンドも終わっていく。さあ両者この体勢で本を聞くことになるか。さあどうだ、決勝戦試合時間の10分が終わりました。さあ解説の室伏慎也選手、まあ、もし仮にジャッジですと本当に難しい、まずは判定になります ね。1ラウンドもそうでしたが、はい、ただあの佐賀選手の方が、まあ、終始ケージに押し込んで、はいはい、まあ、試合を作ろうとしていた感じはするので、うん、ただグジュン選手の1ラウンド目 の、 あのいい打撃のヒットをどう取るかっていうのもあると思います。そこですよね。さあまずは判定結果を聞きましょう。サブレフリー田沢、サブレフリー福田、サブレフリー二平ともに20対18、もう差がつきました。3対0をもちまして勝者赤コーナーグジュン、勝ったのはグジュンです。判定3対0。この裁定をもって2023年度新人王決定トーナメントライト級はグジウンの優勝が決定いたしました。さあ改めて解説の室伏選手、はい、1ラウンドの打撃とどうでしょう、最後、そうですね、最後のテイクダウンのところで差がついたのかなという気がしますね。まあ、あくまでそのダメージというポイントでは2ラウンドは、ね、あまり両者取れなかったと思うんですが、はい、やっぱりその展開、まあ、有利な展開を作ろうとしたぐらいまでは2ラウンドありましたね。はい、まあ、非常にあのジャッジも難しかったところではあると思うんですが、まあ、新人王決定トーナメント決勝でグジュンが優勝、加えて2022年の全日本アマシュート準決勝の敗れたスプリットで敗れたあのリベンジも果たしたこととなります。さあグジュンの手に優勝賞状が渡されました。株式会社イサミ様ご提供新人王に、さあそしてこの新人王決定トーナメントといえば金色のシュートグローブですが、これは室伏選手も持っているわけですよね。はい、あの家で大切に保管してあります。そうですね、中にはあの練習でバンバン使って金色なんだか何色なんだかになったっていう話も聞きましたけども、 そうですね、はい、そしてまあシュートグローブもね当時から見るとどんどん進化してきました、その年その年によってこの金色のシュートグローブ、優勝選手に贈られるわけですが、このライト級ではグジュンがトーナメントを優勝を果たしています。トーナメントでは準決勝で KO、 決勝戦は判定勝利という結果でした。さああとは室伏選手、あこのあ今インタビューが行われますね。一言いただきたいと思います。ありがとうございます。元打撃で行きたかったんですけど腕がパンパンになって行けなかったです。次元もっと練習して面白い試合したいと思います。あと首都ジム神戸の皆さんありがとうございます。あと今年はもっとたくさん試合出たいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事ライト級新人王に輝きましたグージユン選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。
ラグビーのトップリーグからこのプロレスラルシュートに転向、そして全日本アマシュートは3位でプロ昇格、2023年度の新人王決定トーナメント優勝という称号を得ました。一つここで仕事を果たしたと言えるんじゃないでしょうか。グジュン、ライト級の優勝はシュートジム神戸グジュンでした。